チャリちゃん、まだ起きてたの？あんまり根を詰めないようにね。あ、うん、もうすぐ寝るから。母さんも早く休んだ方がいいよ。母さんは平気よ。でもお母さん最近ちょっと痩せたでしょ。私の仕事もいい感じになってきたんだから、もう少し休んだっていいからね。ありがとう、シャリーちゃん。それじゃあおやすみなさい。おやすみ。今日はなんだかすごくいい気分だな。充実かな。こんな時間を感じるのって初めてかも。シャリーちゃんが喜んでくれたからかな。新しい友達ができたからかな。きっとそれもあるよね。でも私でも誰かの役に立てる、それが分かったからきっと嬉しいんだ。